音楽、ファッション、あらゆる形で東京カルチャーのアイコンとなっているキャリーパミュパミュ。今や世界を股にかける彼女の姿はこの日広島に。行われていたのは未成年のためのクラブイベント、タケノコ。音楽プロデューサーとしてキャリーパミュパミュなどを手掛ける中田ヤスタカが主催するこのイベント、そのステージに登場したのはキャリーパミュパミュです。よろしくお願いします。キャリーの繰り出す音、動きに熱い視線が集まる。そのキャリーが今注目するもの、こととは。 6% ドキドキっていうお店があるんですけど、すごく可愛らしいものがたくさん売ってるので。こちらがキャリーおすすめの 6% ドキドキ。店内はポップなウェアやアクセサリーがワイナー。店内にショップガールっていう女の子が2人ぐらいいて、もうすっごい奇抜なカラフルな可愛らしい女の子なんですけど、なんかもうすごく異空間で、あ、これ日本にこんなところあるんだっていうようなお店です。そしてもう一つはキャリーもキャラクターを務めるショップ、アディダスオリジナルズ。アディダスが持つ歴史を継承しながら現在のトレンドを反映させたブランド。普段結構楽ちんな洋服が好きなので、なんかメンズの T シャツの XL とかをワンピース風に着ていて、あのアディダスオリジナルの、T シャツでもそうなんですけど、私買うとき XS とかじゃなくて、もう XL とか 3XL とかしかすごい大きいやつ買ってます。スポーツファッション流行ってるんだなって思いますね。キャップとか T シャツとかもそうですけど、靴もスニーカーが増えてる気がします。中でも注目を集めているのが、好きな形や色を選びオーダーメイドで自分だけのスニーカーを作ることができるマイアディダス。そう、世界で自分だけの一足を作ることができる。東京カルチャーの発信地、原宿のアイテムを紹介してくれたキャリー。そのこだわり、そして自分らしさとは。どんなに変装をしてもキャリーちゃんらしいよねっていうのは周りの人からすごく言われるので、着方とかが多分私のスタイルっていうのが何気にあって、自分らしさが出るっていうのはすごく大事なことなのかなと思って、なんか嬉しいなと思いました。Up next, discovery of a new language in Japan has become a topic of conversation. Japanese superstar Carrie Pamyu Pamyu claims that she's the first in the world to interpret sneaker language. It seems that even with her busy schedule, she always finds time to converse with her sneakers. 全然大丈夫だよ。この服? We continued to question the subject matter of her conversations with her sneakers, but she only replied, it's just nuance. And she then scolded us. She says the most intimate sneaker is Adidas Originals SS. How did she come to understand this language? 一日中スニーカーと一緒にいて、やっぱりこうずっとスニーカーのことを考えていたら、自然と分かるようになっていったっていう感じですね。